おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は6月7日朝4時37分です。先ほどもちょっと FX の動画上げたんですけども、今これご覧になってる方っていうのはおそらくね朝9時とかその辺じゃないかなと思います。場合によっては午後にご覧になってるかもしれませんね。で、結論から申し上げますと、今週のミッションは終わりました。理覚して、はい、終わりです。で、早速ね、メッセージも届いてますし、昨日の131円前後で大きめのバイでエントリー、ロット大きめってことですよね。これを繰り返し久保さんが言われていたことと、それまでの相場解説の整合性と自分の責任でもってエントリーしたよっていう方からね、ご連絡いただきまして、40万の利益を上げましたということで、おめでとうございます。いやね、この方がね、40万の利益、まあ正確には42万何千って書いてましたけども、40万の利益を上げたのがおめでとうじゃなくって、まあ利益もおめでとうなんですけどね、この私のテクニカルを正確に伝えたことを正確に受け取って、そのもとに自分の責任で判断してエントリーして決済しましたよってことが、ちゃんと書かれていたことなんですよね。まさに私が伝えたいのはそこなんですよ。儲かりました、損しましたっていうのは、まだ初心者の域なんですよね。まあトレードが当たり前になってくると、確かにね利益は出るけども、それはそうですね、そのゲームをしていてポイントが貯まるみたいな感じですよね。スライムをやっつけていくらとか、ね、ヒットポイントがいくらみたいな感じで、そういう風に見えちゃうんですよ。もちろん現金にできるわけですから、それはまあホクホクすればいいわけなんですよ。損すれば痛いなと思うわけなんですよ。でもお金に関するリアリティがどちらかというとちょっと無心になるっていうかね、離れていく感覚が出るんですよね。まあこの辺で精神論は良しとしてですね、ちょっと画面の方を見て解説していきますね。こちらをどうぞ。はい、お話したように似たような形ができてるって言いましたよね。ここに緩やかな横波があって、そことちょっと似てるよねと。で、一旦緩やかに下がっていって、その当たったというかね、その下がったところに当たるこの曲線の意味も解説しました。で、狙うべきはこの赤いラインですよね。ここのネックラインを越えた時がブレイクして上昇する時だよってことでお話ししたと思います。それを思い出しながら、もう一回同じのが来てるよねと、だからブレイクするところが131円前後ってのわかりますかってことで、たまたま引いたのが130円の933です。まさに131円前後ですよね。ですんでこれがね、131円の055を指してると思っていただいてもいいんですけども、とりあえずはこのあたりがブレイクポイントになってるってことです。で、このブレイクでエントリーすれば、現在利確を始めてる人がいますね。だから陰線が出てるわけですから。で、132円まで行くかなと思ったんですよ、この上昇波動を見ていると。で、移動平均線もまあ垂直に近い形で浮き上がってますし、それから陽線もね、天井に伸びるように上の方に行ってますよね。真横だったこの時代とは大違いですよね。直角に上がってるような感じですよ。だから132円まで行くんではなかろうかと思いましたけども、その半歩手前、一歩手前で決済する人が出始めたんで、まあ私もこれを見てね、先ほど決済したところです。ただし決済したのは、分割した1ロットの方で、まあね、主な方、利益を取りたい2ロットの方はまだ浮かしている状態です。この2ロットの方は、今確定した1ロットの利益が半分になったところで確定していこうと思います。まあこういうふうにね、ロットをこう振り返ることによって、最大限のチャンスを追いながら最小限のロスに備える、これはねちょっとね高等技術なんで、今回は気にしないでおいてください。私が勝手にやってることなんですよ。で、皆さんにお伝えしたいのは、131円前後でブレイクしたところどうでしたかってこと、そして今夜明け前に利確のタイミングが来てますよってことです。もちろん深夜寝てる方もいると思いますんでね、これを目が覚めて朝9時とか、場合によっては午後2時3時に見る方が、あの頃明け方に利確しとけばよかったなっていう風になるか、あ、明け方の利確はちょっと早かったんじゃないのと、今132円の20とか30まで上がってますよみたいに思うかは、そこはわかりません。私から見ると未来の時間軸になってきますんでね。ただ私は予定していた利益が今出てますんで決済したってことなんですよ。はい、まとめますよ。肝心なのは、いくら稼ぎたくってやってるかってことですよね。で、ブレイクアウトはその通り実現しましたんで、あとは自分の予定してた利益までいったら速やかに撤退することです。で、それを私はしたわけなんですよ。
ただ欲を書いた2ロットってのが書けてありますんで、こちらの方はもうちょっとね遊ばしておこうかと思います。そんな感じですね。はい、いかがでしたか。今週の火水木のどこかでブレイクアウトエントリーをするというふうにお話しましたけども、案外ね早くチャンスが来ましたね。で私何夜起きるのが早いんで、2時とかに起きてますんで、こういうふうな冷静な判断は深夜にできるわけなんですよ。ただし考え方は24時間いつでも一緒ですからね。ですんでお昼に見るタイミングがある人はその時に今私が見ている画面を似たような画面をね見て似たような場面に出会うかもしれません。その時に今私がお伝えしたこの2週間お伝えした考え方がちゃんと頭に入っていれば同じ判断ができるはずなんですよ。それは1ロット確定して2ロットを隠すって方じゃないですよ。これは私の勝手にやってることだというふうに先ほど申し上げましたけれども、肝心なのはブレイクアウトするポイントを見極められましたかってことですね。お話したようにちっちゃいこうねロウソク足がダーッと並んだところの意味、そしてそれが一旦下に下がったことの意味、それを見て大口が入るっていうことのメカニズム、これがテクニカルですね。よろしいですかね。そしてフラクタル、これも忘れないでくださいよ。だんだん4時間足で三角形がちっちゃくなってブレイクしたってところをお話しましたけど、あれはペラントがちょっとね倒された状態です。そしてフラクタルの後っていうのはフラクタルなんですよ。つまり収束してブレイクした後はちっちゃい波がだんだん大きくなってきて大きな流れを作るというふうなね、こうちっちゃくなりつつフラクタル、大きくなりつつフラクタルっていう形でございます。エリオット波動の特徴を捉えていればこのフラクタル構造も以前お話したと思いますんでね、あの中級編で、頭に入ると思います。ですんで、FX の、この用語解説の中級編の方ですよね。基礎講座の中級編の、しっかりと頭に入れておきながら、フォーメーション分析に取り組んでいただきたいと思います。そのために、低ロットとかデモトレードっていうトレーニングがあるわけですから。で、私は今、第3段階目、精神力を持って実弾を投入しているところに入ってるんで、だから上級者っていうふうに自分を位置づけているんですよ。さあ、じゃあもう一回おさらいしましょうか。まずは、初級、中級、上級と分けるとしたらですね、初級は、基礎用語、が人に解説できるレベルで理解できているかってこと。で、第2段階目は、これは多くの人が今いると思います。特にオリガルヒに参加している人のほとんどはトレーニングの段階です。ですので、ロッターを抑え目でもいいんで、テクニカルってものをしっかりと頭にね、コピーすることです。自分の考え方や、私をはじめとする誰かの個人的な考え方には一切触れることなく、テクニカルだけに忠実に言ってください。私もテクニカルだけに忠実にお話しますんで。ね。ですんで、私が個人的に思うことっていうのは、極力動画では出さないようにしますし、出た時には、これは個人的に思うことなんで、まあ気にしないでくださいって言い方をしたりとかね。先ほどの1ロットと2ロットを分けるっていうのも、これも、ここだけの話ですよ。これは真似ちゃいけませんよ。忘れてくださいよっていう断りを入れますんで。よろしいでしょうかね。はい。じゃあ、FX オリガルヒは、このレベルの解説が常に、入ってくるということでございます。そしてこの解説が聞けない方は残念ながら勝率は非常に低いと。一人でやるしかないし、具体的な解説は多分世の中になかなか落ちてないと思いますんで、苦労すると思います。これは必ずしもオリガルヒへのお誘いを煽ってるわけではないんですけどもね、そのぐらいのレベルの差があるってことがお分かりいただければあなたにも見る目があるってことなんですよ。もう差が分からないってことでしたら、もうそもそも用語解説ね、初級編のところをもっともっとじっくりやった方がいいかなっていうところでございます。違いの分かる男というかね、今はジェンダーフリーなんですけども、違いの分かる目を持ちましょうということでございます。それでは、今週はもう、こんなところですね、クライマックス終わっちゃったんで。ただ、また新しい勝負が待ってると思いますんで、お楽しみに今週もお待ちください。それではまた明日会いましょう。